月底課長、初代、月底課長、月底課長、1938年3月10日から2018年3月28日は、神奈川県横浜市出身、同県三浦郡葉山町生まれの落語家、漫談家。本名は、鈴木勝、る。通称、課長やん。後年は、兵庫県西宮市に居住した。幕末以来の、 月帝の帝号を名乗り、弟子に月帝八方など、孫弟子に発酵や縫製などを持ち、月帝じめ門を形成している。縄文は月門、または桂米朝一門の用いる結び輪は、出林は、ああそれなのにまたは芸者ワルツ。デビュー以降、最初の師匠の事務所であった吉本工業に長年所属し、米朝一門に移った後も、 一門の多くのように、米朝事務所、1974年創立に所属せず、経営プロダクション、スパンキープロダクションを経て、フリーとなる。神奈川県に生まれ、就学前に、親の仕事の関係で、大阪に移る。大阪府立高津高等学校から、大阪府立上等高科高等学校に転校し、卒業を。大学入試に失敗した後の1958年。 1959年と、する資料もある、三代目、林家染丸に入門。林家染やつの講座名を与えられ、1959年4月に、大阪市にある千日劇場で、初舞台を踏んだ。しかし間もなく三代目、染丸のもとを破門され、1961年、三代目、染丸に紹介された三代目、桂米長に再入門。二代目、 桂ツ米長と解明する。この名跡を名乗ることはソメヤツ自らが提案したもので、誰が見ても、米朝の身内とわかることと、解明時に相談した占い師に自覚が良いと判断されたからである。章が三角、米が六角、朝が十二角と倍々になっており、末、よろしいと言われた。この時期までは正統派の古典落語家としてのみ、知られていた。 1967年頃、吉本工業の社長、林翔之助は、自社の専属落語家の名前に、章がついているのが気に入らないと、該当する芸人に解明を流した。三代目桂ツ章文枝、後の五代目文枝は、他社に、桂文枝と名乗る、落語家がいないことや、まだこの大名跡を継ぐ時期ではないことを理由に誇示した、ものの、カツ章、春男児。 後の二代目路のゴロベイとコベ長は他社に、春男児、米朝がいるため解明を決断した。当初、米朝がいくつかの名を用意したが、コベ朝はすべは全て拒否し、米朝の朝のつく名が欲しいと言った。また、カツラや、小福亭などの情報落語の一般的な定合も拒否した。結局、コベ朝は、長年途絶えていたカツラ派の由緒ある定合で、 幕末から明治にかけて活動した、初代、桂文江四天皇の一人、二代目、月帝文ミにちなむ帝皇、月帝をいただくことになり、名は尊敬していた八代目さん、笑い帝コーラの、加戸ベイ朝の、朝尾組屋は、初代月帝家長を襲名した。家長の名は、生命学に凝っていた三代目、林家染五郎が考え出して進めた、と四代目、林家染丸が証言している。 1968年4月の南波花月での襲名披露において、葬式長アングラ襲名と名打ち、舞台上に設けられた、桂小兵町の葬儀会場で三代目、小福帝二角が度胸すると、官オの中から課長が飛び出す、という奇抜な思考を演じ、これ以降自身の悪の強いキャラクターを押し出すようになっていく。自作の歌を使った漫談で、 放送の世界に売り出す。1969年に、歌え。MBS ヤングタウンで披露した、べっぴんさんが、賛同で男に襲われ、それを助けた男がその女を襲い、別の男がそれを助け、という描写を延々と繰り返すだけの、出てきた男が評判になったので手応えをつかみ、はじめはギターを持たなかったが、フォークブームにあやかり、ある公開ラジオ番組の収録に向かう直前、 弟子の月亭八方に梅田絵ギターを5000円で買いに行かせ即席の歌手になりすました。会場が見直しのプールであったため、それにふさわしい歌として即興で披露したのが嘆きの母音であった母音やデーのフレーズは流行語となった。歌笑曲と称するこれら一連のコミックソングはレコード化され大ヒットを記録、口述。お笑い芸人が 歌のレコードをリリースする講師となった。課長はすぐ、当時の人気番組、ヤング王、ー、MBS テレビ、午後11時、日本テレビ系、読売テレビ制作文に、相次いで、レギュラーに抜擢されるに至った。ヤング王、ー、ではすでに人気を博していた三代目、二角、桂三子より三ヶ月遅れての加入となったため、 君らに追いつくのに3ヶ月もかかったと嘘吹いた。テレビ出演の際の俗に、すっぽんメガネと称する丸メガネとちょびひげの風貌に加え、ブレザージャケットとカンカン帽の古風な様相で知られるようになった。これは父親の服装がモデルだったという。カンカン帽とメガネは和装で落語を演じる際も身につけるようになり、課長のトレードマークとなった。 課長のキャラクターや芸は、ナンセンスでアイロニーを含んだ笑いをまとっていた一方、時に、卑猥、下劣と批判された。午後11時のプロデューサーだった、大西信義は課長の芸と人気について、世相を反映して、抵抗の姿勢がありましたと実感している。また、無類の掛け事好きであるなど、破天荒な私生活、口述が、クローズアップされ、 やがて名前が出ただけでも笑いを生むと評される人物になるに至った。こういうのあった七代目、自称五代目、立川男子は、中世課長の落語やエンターテナーぶりを評価し、課長が騒動を起こし、マスコミから批判されるたびに擁護し続けていた。後日。1970年代、交際していた女性トラブホテルで、結婚の約束をしたが、課長がこの婚約を保護にしたため、 婚約者から訴えられる事件が起きた。しかし、裁判所がラブホテルで常時の際に行われた婚約は無効である、と判断し、課長は無罪判決を受けた。2008年7月1日の課長、福田春次人会により、初めて天馬天神繁盛邸の講座に上がり、住吉加護を演じた。同年8月1日の2回目には、 大師匠である四代目桂ツ団ベダン・サムが得意とした階段市川をカンカン棒を脱いで演じ、聞き迫る講座を見せた。口述する、いわゆるストーカー事件により、桂三氏、後の六代桂文江、情報落語協会会長の命で、昼席出演は一時禁止となったが、2009年1月16日の課長、福田春次人、 2回3回目に出演して、ヤモンドを演じ、繁盛邸への講座復帰となった。その後は不定期出演ながら、昼席の中取り、大鳥も務めていた。2017年11月には、落語家生活60周年記念として、かつてのヒット曲のリメイク版、嘆きの母音2017、シャッシャ、借金コータ、新曲入りベストアルバム、ザ、月亭課長ベスト新曲を、 リリース、プロモーション活動もいったが、この頃から体調を崩し始める。2018年3月28日3時28分、急性敗戦一生のため、兵庫県内の病院で死去。80歳だった。ブレーク直後の1971年、第9回参議院議員通常選挙では、全国区より無所属で立候補した。同選挙に立候補した。 男子の応援演説が予定されていた日に、気が変わって、立候補届を出したという、公職選挙法の規定によって、当時レギュラーだった、新婚さんいらっしゃい。など、多数の番組を降板し、そのまま復帰することはなかった。一夫多再生の確率と、風呂屋の男湯と女湯の仕切りを外すことを公約と、するが、落選。当時の選挙戦で選挙カーを高速道路で走りながら、 演説していた、後の参院選で落選した、島田洋七にも同様話がある。2001年には、第19回参議院議員通常選挙に自由、連合公認で、比例代表区から立候補したが、再度落選。自由連合では、政策審議会審議委員を務めた。このほか大阪市議選にも立候補した経験がある。月亭はじめ門といえば、 月定八方一門を指すことが多く、この項では基本的に河西一門と記述する。課長は弟子の命名に際してはすべて八の石カタカナの葉の字をつけた。これは恩人であるもと、吉本工業社長の八田竹雄にちなむものである。吉本脱退後に取った末程子のみ自分の一字を取ってカリンとした。課長の弟子に対する態度は、 自由村長に近く、八方が課長に入門した理由の一つも、すぐに講座に出られそうだからで、実際に入ってすぐに講座に出られた。ただし、八方は厳格な一面を持つ。この件については、月定八方を参照。この教育方針は、弟子の個性尊重にもつながっており、一問のうち、八方は自作と古典、さらには、タレント活動。ハッピーは音楽を取り入れ。 ハッチは古典を演じるなど、師匠、課長の持つ多面性が弟子たちに分かれて受け継がれていると言える。しかし、課長が米朝一門と疎遠になるのと同じように、課長と八方も疎遠気味となったとされる。課長は晩年に受けたインタビューで、八方とは4、50年、交流内でと語り、顔も見せないのに借金まみれ。 行方不明などで自らをネタにする八方に苦言を呈している。一方の八方は、米朝の葬儀であったのが最後としているが、前日の課長の発言は、米指揮語のもの、月底の野号も使用させてもらって感謝しかないとしつつ、好きとか嫌いとかが波のように来ましたね。20年くらい前は大嫌いでしたけど、平らにしたら50点くらいかなと、し、 家長に対し愛憎を入り混じった感情を抱いていたことを明かしている。孫弟子の発行は父の師匠である家長に弟子入りするつもりだったが親子で兄弟弟子になり関係性がややこしくなること。家長が他事務所へ移籍した後であったため親子での仕事がしづらくなると家長の父に面倒を見てもらえばよいという考えなどの理由で却下された。家長は 放送演芸の世界で、ギターマンなんで売り出したが、一方で、本格派の古典落語の演じ手でもある。米朝の息子である五代目桂米団をサムは、最も米朝イズムを受け継いでいらしてましたし、住吉加護、階段、市川筒も、まあ米朝にように出ました。何より、米朝自身が、あいつは、うまいなぁと、課長さんの腕を認めてましたと証言している。 得意ネタは、色ごとネモン、親子酒、三段の平米、世帯念仏、次のご用日、動物園、鳥や坊主、野ざらし、坊主じゃや、秘伝書、餅やモンド夢の酒など多数。ただし、枕には下ネタを振ることも多いほか、以下のような懸念で講座を渡せたことがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。